よし、やっていきましょう。ニエの森実況プレイパート2ということで、さあ前回はね、聞き耳の大切さというか、まあ安易に扉を開けてはならないんだなということを学びましたが、はい、まあじゃあこのまま庭に行ったらティンダースの猟犬に、まあ、惨殺されるだけなんで、左側に行こうか。とりあえず、はい、12時ぐらいを指している昼だろうか。こうやって移動してる間にもちゃんと時間は経過してるんだね、着々と。南京城で鍵がかけられてる。ここかな、例の主人の部屋は。お、なんだろう、倉庫かな。ここは目星するべきでしょう。絶対なんかあるわ。はい。お、いいね、いろいろあるね。本がたくさんある。英語の書物のタイトルは最近やっているオカルトマニアに人気の神話の小説の本かもしれない。はいはい。英和辞書、これ持ってった方がいいんじゃない。さて書物を読むとなると産地が減りそうな気がしなくもないんで、一応覚悟の上でセーブをして、ザ・ハンド・オブ・ティンダロスはい、時間をかければ翻訳できそうだ。あー、まあでもなんとなく書いてあることわかるからいいよ。ティンダロスの猟犬でしょ。ラブクラフト、はいはい。イグ様の方だね、こっちは。アウトオブスペース、こっちなんだ。宇宙からの色、コズミックホラーを描き、現代のオカルト神話の基盤となっているのは知ってる。うん、こんだけ。いやでも俺が知っててもさ、この主人公が知らないとなんかあれだよね、動機づけができないから、一応イグ様の方も見といた方がいいのか。One of great old ones of the クトゥルフ、はいうん、ヒューマンスネーク、まあなんか言わんとしてることはわかる。ちょっと一旦ね、他のとこ調べて、特に何もなさそうだったらそっちに時間を割きたいな。で、ここ、ちょ待って、全然やってないじゃん。せっかくね、技能あんだから、こう聞き耳使えよっていう。扉の向こうから気になる音は聞こえない。鍵がかかってる。あー、ダメか。ってなると、こうやってさ、移動してる間にも時間過ぎてんのかな。ちょっと待って、12時ぐらい指してる、昼。時間過ぎてるじゃないですか。ちょっと待って待って待って。ってなるんだったら、ちょっと待って。一旦イグ様読んどこう。こっちだっけ。はい。まあ、こうやってセーブ&ロードを繰り返せば両方の情報を手に入るんだけど、どうしよっか。ゲーム的にやっちゃいけないことだと思うんですけど、多分皆さんね、誰もがみんなこの動画を見てる人、クトゥルフ神話について精通してるとも限らないんで、一応なんか情報は入手するっていう意味と、あとみんなも知りたいっていうところも組んで全部読むか。時間をかける。英和辞書、イグ、クトゥルフ神話の旧支配者の一柱。彼は蛇の神で兄弟神のロコンが支配するサンドゥーナー星から子供たちを引き連れて飛来した。だからあれなんだよね、クトゥルフ神話におけるヘビってもともと地球にいた生物じゃなくて地球の外から来たんだよね、確か。その子供たちはあらゆる、ヘビ類、ジャ類ごめんなさい、はい、いやヘビ人間の祖先となった。イグは自身を信仰する者には慈悲深い。逆になんか裏切ったものとかヘビを雑に扱う人間に対しては容赦ないんだよね。
なんかイグを信仰する者に害を加えると呪いがかけられる。なんかなんだっけ、使いがいるんだよな。額のあたりになんか三日月のね、あの形した額になんかそういうマークがついた蛇が来ると毒殺されるらしいよ。うん、だから俺パート1でも言ったじゃん、蛇が出てきたら優しくしようって。こっちはもう時間かけろここまで読んだら全部時間かけるしかねえ。ヘビ人間、イグの眷属。硬い鱗で覆われている。素手で倒すのは難しいでしょう。鱗を溶かす薬と武器があれば勝つことができるかもしれない。こう敵対するフラグかな。はいはい。じゃあ一応もう一個の方のこっちは見た。これだね。こっち読んでくんないの。時間をかける。なるほど。じゃあまあもっぺん。あ、でもこれさ、待って、0日目って書いてあるからさ、いやいいや、ちょっとせっかくだしね、せっかくやってるから読もうか。はい、こっちだね。こっちはね、多分ね、よいしょ、ティンダロスの猟犬に関してだっけ。はいはい。ティンダロスの猟犬は時間の角度に生息します。ティンダロスの猟犬はどこまでも犠牲者を追い詰めます。人が時間を移動することで注意を引きつける危険があります。または魔除けがある場合はティンダロスを避けることができます。情報すっくな情報すっくね。そんだけ、あー、そんだけ。なるほど。あ、なんかイグ様の方読むのが正解だったっぽいね、これね。だから物語の多分主軸になるのはこっちの話だと思うんで、自力で読めるよ。はい、自己解決まあさっき読んだからっていうのもあるけど、ここら辺を達筆の人ってほんと読みにくいよね。普通の字で書いてほしいって常々思うわ。御釈寺様とは、古くは縄文時代より人々に崇められている土着の神様である。特に森屋さん地方での信仰形態が有名である。病の治癒、安産、子育てなどの生命力を司る神様として知られており、その姿は巨大な、なるほど、うん、よかった。でもイグ様でもっとなんか俺的にはもっとやべえやつが出てくると。あー、なるほど。移動してるだけでもやっぱ、森屋家の歴史という冊子がある。本というよりは紐で閉じられた帳簿だ。はいはい。あー、お前一番大事なところだろうがよ。さっきも言った通り、イグ様って基本的に人間に関しては本当にあんま敵対心出さないんで、なんならあれね、自分のことをちゃんと崇拝してる信者に対してはすごく慈悲深い神様なんで、まあなんかそんなめちゃくちゃ無礼というか、なんか蛇殺したりとか、あとなんか信者に手出したりとかしなければブチギレられることは なんかお前人間か。ただいま戻りました。おや、お客人大丈夫かな、顔合わせて大丈夫かな。一応顔出しとくか。なんか人外っぽいけど。うん、人外っぽいな、こいつ。サイ・ミツオという、君はどちら様かな？ん？新しい仕様に。おお、そんな話は聞いていなかったか。君は、あの箱に見入られたものだね。ふふ、よろしく頼むよ。私は住み込みで、トシエさんの助手をしている。私の部屋も掃除は結構ですよ。
書庫の隣の部屋はくれぐれも入らないように。わかりました、後で入ります。秘密を抱えてる人が多いですね。まったく。こんばんは。出た出た、田舎特有の田舎特有の客人が多すぎる。あ、動けない動けないよ。おや、あんた誰だい。あ、新しい使用人の総会。私は川島篠さ。ちょっとね、あんまり人と関わりたくないんだけどね。次々と新キャラが。近所の世話焼きバーバーだよ。この家学者さんばっかで、ハチちゃん一人でしょ。じゃああんたも手伝いな。何言って、飯の支度だよ。ほら行くよ。そういえばハツを起こすっていう選択肢あったけど、起こしてなかったね結局ね。寝かしてよかったのかな。おーおー、ありがてえ。まだ調べる。もうなんかすでにルート分岐いろいろしてそうだよね。うん、まあいろいろ聞きたいことはあるけど、ここはまあ助手について知りてえな。サイ・ミツオさん、学者さんっていうのはみんなああなのかね。あのサイ、ミツオさんも全然食事を取らないんだよ。青白くて細くてさいや、あいつ人間じゃないからいいよ。どうせ人間じゃねえから、蛇人間だから。あいつ4について、誰だい、知らないね。ハスちゃんのお母さんはマドカってなんだよ。45歳くらいだったかしらね、亡くなったのは。ようの正体もな、ようわからんよな、ようだけに。もう俺のね、最初の予想通り行くんだったら、ようもまあ人外なんだけど。なんか、ヘビ人間ってさ、長寿みたいな、なんかそういう設定あったっけ。ちょっと待って、ヘビ人間あんま詳しくねえんだよな。ハツについて。ハツちゃんかい、子供の頃からたまに面倒見てるんだよ。お母さんが若い頃に亡くなっちまったからね、娘みたいなもんさ。もう15歳なんだけどね、病気がひどくなって学校にも行けてないし、あんたちゃんと世話してやってね。ハチちゃんの分の作り置きは冷蔵庫に入れておいたから。了解。じゃあ冷蔵庫させん。もう夜更けだ、布団を敷いて寝てもいいかもしれない。なんだっけ、冷蔵庫にあるとか言ってたからさ、それちゃんと出してあげた方がいいんじゃない。夜と言ったらお前探索の時間に決まってんだろ。そのまま素直に寝るやつがどこにいるんだよ。冷蔵庫にあるって言ってたよね。あれ出してあげたのかな。ちょっとなんかさ、初のあれどこだっけ。あ、ここか。ちょっと暗くてよくわかんない。様子もちゃんと見といた方がいいよな。健康長寿、気の持ちよう。お母さんが早死にしちゃったから、何なんだろうな。起こす下道が、さすがに夜に起こす。いやでもなんか一応見てみてえな、一応見てみてえな。ちょっとやっぱ好奇心が。起こさない方がいいのかもな。てかまあ時間帯が良くないっていうのもあるかもしれないけど、ちょっとさ、あの助手の家とさ主人帰ってきてるのか分かんないけどさ、ちょっと聞き耳立てようぜ。あ、こんばんは、どうも。うん、知っていてもらわなくてはならないことがあるのです。ただくれぐれも、本人には内緒にしてください。ハツ様には持病があり、容態は実はあまり良くありません。うん。研究中の新しい薬を試す必要があります。
いやでもなんかさ、イグ様の信者だと確かなんかイグ様からさ、なんだっけ、長寿のなんか薬みたいなのさ、なんかもらえるみたいななかったっけ。熱心な信者にはなんか分け与えられるみたいな。でこいつがそれ信者ってことでしょ。ってことはそれで、え、じゃあなんか別に悪いことしてるとかなんかそういう話ではないんだよな、そう考えたら。その薬を飲ませるようにお父様の、トシエ様に頼まれているんですが、お恥ずかしい話、私はお嬢様に嫌われておりましてね。気持ち悪いからじゃん顔が気持ち悪いからだろ。代わりにあなたから飲ませてくれないでしょうか。なんか、まあ一応預かっとく。赤色でほんのり甘い香りがするようだ。私が利家様の助手になってから、利家様は以前より仕事にのめり込みましてね。私のせいで父様は構ってくれなくなったと焼き餅を焼いてるのですよ。いやー、年頃の女の子は難しい。ではよろしくお願いしますよ。一応寝ないでよかったね。ここのイベントは必須でしょう。まあまあ結果オーライと。ちなみにこの庭出たらまたワンちゃんに追っかけられるのか。一旦目星じゃね、聞き耳して、いるかな。あー、いるいらっしゃる。ちょっと待って、ここだよ、ここで一番知りてえのよ。ここ聞き耳立てるぞ。気になる音は聞こえない。何やら甘い薬品の匂いがする。なんかやってるね。あれ、どっちが主人の部屋なんだろう結局。どっちもなんかさ、書庫に隣接してっからさ。まあいいや、一応ここも聞き耳な。気になる音は聞こえない。ってことは主人は結局いないのか。こいつがあれでしょ、さっきの助手でしょ。研究してんだよ薬ね。純粋になんかねえ、あの子のことを思って薬の開発をしてる、まあ、片方はなんか気狂ってそうだけど発狂済みっぽいけど主人。いやでもな、なんか人間が行方不明になってるって話も結構不穏だからね。その薬を作るにあたってなんか、そうだよお前、このゲームみんなこのゲームのタイトル忘れたか。ニエの森だよ。人が生贄になってんだったら、そりゃやっぱ止めなければならないと考えざるを得ないけど、薬ってどうやって飲ますんだ。まさか、あ、そういうわけではない、すり替えるわけではない。あ、すり替えておいたのさ。トゥーテッテ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 ーテー。なんか飲み物に入れてみたいな、そんななんかね、ホモビのなんかね、上等手段みたいなやり方で飲ますのも心が痛むというかあれなんで、まあまあまあ今日はこれでいいんじゃない。とりあえずもう休もう。はい、1日経過、体力プラス10。おはよう。さあ今日も元気に使用人頑張っていきましょう。あ、どうも。しばらくは戻らない予定なので頼みますよ。よし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 。ということは潜入するなら今なら。ねえ、どうしよう、みんな薬飲ませていいと思う？基本的になんかそんな悪いやつにも見えねえんだよな。ちょ待って、ワンちゃんチェック、ワンちゃんチェック。ダメだー、中庭に出れないよ中庭に出れないよ。南京錠開けてえな、ぶっ壊して中入れない。まあ、なんか1日経って何かが変わったとも思えないけど、一応まあ目星は振っとく。
午前中。これってさ、外出れんのかな。ちょっと外出てみていい。それともこの屋敷の中限定か。探索のさ、なんかその明るくなったね。これ日中かな今。結構時間経過が早いね。あ、出れるわ。待て、なるほどなるほど。いやー、なるほど、外出るなってことか。話しよっか。今日は少し調子がいいんです。どうかしましたか。いやでも渡そう。さあ、これがいい方向に果たしてなるのかどうか楽しみだね庭ね、手伝いたいのは山々なんだけど、俺が外に出た瞬間ね、ワンちゃんにぶっ殺されるんでね、ちょっと手伝ってあげたいのは山々なんだけど、これ手伝ってあげた瞬間死ぬんじゃない俺。一旦ちょっと待って、なんかな、みかんとかなんかそこらへんのあれもうようわからんしな。あ、大丈夫、この子と一緒なら大丈夫なのかな。じゃ一回俺もね、あの中庭を調べたいし、実は何かが庭に、多分二人だったらいけんじゃない。そう、根拠のない何かが俺の中ではそう言っている。はーい、ほら出てこない。さあ今のうちに井戸、まずは大規模目星。使えねえなもう一丁。古めかしい井戸だ。とても深そうだ。下の方は蓋を外しても深くて見えない。声が聞こえた。耳、なんか地下、いやなんかあってもおかしくない。だってここさ、中庭のちょうどあれでしょ、中庭右にあって左側が確かさっきのあのけん、なんだっけ、助手の部屋とか主人の部屋とかあるから。誰か、ここは？あ、これさ、待って、ろうそくとマッチ、上来た、スコップ、つるはし、なんかいろいろ使えそうではあるけども、年号は昭和、ドライバーやペンチ、スパナ、これらでさ、ちょっと鍵開けできない。お前鍵開けスキルない？一応持ってく。なんか借りれるもんはね、借りといた方がいい。あ、待って、ロープ、南京錠、え、鍵が2つセット、これでいけない普通になんか普通にいけないか。五月人形、うん、ちょっとさ、待って、あ、マッチだからまさか時間制限ある。ちょっと待って、薬だな、見覚えのある箱、残念。茶道具、ちょっとそこのロープさ持ってけない。あ、縄ばしご、来た、これで井戸から降りれるぞ、降りることできるぞ。あんま時間かけてらんねえな。
この子とね一緒の時じゃないと多分ねここ中には来れないと思うから、多分誰かと一緒じゃないとねティンドロスの猟犬が出てきて、そう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 、これで行くか、縄ばしごちょうどかったし、あったよ縄ばしごがって、でかした。やるのか、やるのか、今やるのか、やるのか。ライナーはしごを降りながら他の道具を使うの危険だ。スル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 、気をつけないとね。クトゥルフにおける地下って、下から声が聞こえる。暗闇に目が慣れてきた。そろそろなんか産地を減らされる覚悟も。誰かいる、化け物いないまずそこチェックしたいとこだけどな。どうしてここに、気がついたらここにいて、怖くて岩ばっかりで心細かった。はしごの長さが足りない、ここから飛び降りるのは危険だ。何か方法がないか探す。なんかあったっけ、使うとしたら倉庫のものだと思うんだよな。ちょっと待ってて、やり方はね多分これで合ってる。縄ばしごプラスなんかないかな。ちょっと待って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 、そうなんか手伝うとかなんとか言っときながら全然手伝ってないけど大丈夫なの、なんかノーコメントなんですけど。長庭出て息が荒いですよ。はしごを登るようにしてああなんかなるほど、味方につけるっていう手段もあんのか。いやなんでもないよ、ちょっと待ってね。ただねなんかいたずらに時間が過ぎるのも嫌なんだよね。なんかなかった他。これロープさ、ロープだろこれ、ロープじゃないの俺から見てこれロープなんだけど違うんすか。他ねなんかなんかない。いやーダメだなこれは、ハチに手借りるしかねえな、思いつかねえもん現時点で。手借りよう。井戸の底に人が、説得してんだけど。井戸の底と繋がってる道もあったとか、いい情報聞いた地味に。いやーちょっと待って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 、スル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 、えちょっと待って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 、待って待って待って、なんか方法がないか、なんだ、あー時間が、いや多分これ多分まだ調べれてると犬出てくるよな。一回やってみて、いや俺は宿に、井戸に逃げる井戸に逃げる俺はもう飛び降りようぜ、もう井戸の外危険なんだよマジで。いやちげんで、今やべえのに追われてるから、今やべえのに追われてんのあそっか、井戸の中だから鋭角がない、細かいね。死ぬ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 、この中は、あこの中もセーフなんだ。はあ、あつるはし、待って、ツルハシとさ、もうなんか両方持ってこうぜ。スコップとツルハシ。あー、どっちでもいいな。ツルハシにすっか。なんかこれでさ、伸ばしてさ、うまい具合ね、なんか、アキラこれに捕まるんじゃみたいな感じで。どう？いけない？どういけない？ここで、あ、アイテム使えないのか。
アイテム使えないのか、ごめんないよ、今日無理かもしんない。ごめんな、俺が無能なばっかりに今日ダメかもしんねえわ。あ、なんか他の部屋になんかあったっけな。現状なんか打開できるようなそんなアイテムないよな。難しいね。なんとか方法、見間違えたんじゃないですかとか、ちょっとぐらい信用してくれてもいいじゃねえかよ。なんかない？やっぱり薬を返して、この選択肢用意されてるってことはやっぱ飲ましちゃいけないのか。はい、お大事に。まあ一周目だからね、バッと言ってもいいよ、うん、楽しくやろうぜ。楽しくやろうぜ。なんか嫌な予感するけど、うん、よかったよかった。発狂するよな、ずーっと井戸の中に一人でいるって。俺だったら発狂するわ、あんな狭いところに、薄暗くて狭いところにずーっと一人って。はい、お大事に。大学の研究室。何日か経ったら、こうタイムリミットを示してんのか。なんか井戸からさ、なんだっけ、主人の家につながってるみたいな話聞いたんだけど、その何日か経って帰ってくるんだったら部屋に入れなくなるもんね。そういうこと？つまり主人が帰ってくるまでになんとか井戸からの道を開通させて、ツルハシってそのためか、ツルハシとスコップって。そう考えたら、じゃあ救出用のアイテムって別にあるのか。なんだろう、え、なんだ、なんか思いつかないぞ。ちょっと待って、あいつ要救出しないと。ちょっとお大事に。うん、裏の山にある御神木に。出れないんですけどね。ワンカ助けます。ワンちゃんかわしてなんとか外出れない。さっきさ、いや違うんだ、本体プラスなんかあったんだよな、海か、あれなんだ、なんか次元の穴的なものがあったんだよ。あれをなんとか回避しながらいけない？俺は外に出るぞ。もっか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 、行くぞ。無理だ。無理だ。だ、中庭も多分無理だよな。ダメだ。
待って、一応聞き耳立てよ。そういえばなんか帰らないって言ってたよね。帰らないって言ってたよね、あいつな。あいつ助手言ってたよね。言ってたよね。これ小さい鍵でさ。ダメ ?2 個あるけど。付け替える。工具。南京錠破壊して、付け替える。お邪魔するわよやっぱ楽しくなってきた。やっぱ侵入しないとね。やっぱね。楽しくなってきたよ。さて、次回に続く。